はい、じゃあ早速始めていきましょう。はい、まずは今ここにカーネーションとガーベラ用意しました、はい、これどうするんですか。これまずこの水にずっとつけっぱなしにしておくと上がりづらいので 1,2 時間水からあげる下処理的なことをしてください。水からあげて要するにこう少しあの水が欲しい状態を作る。そうですね、ちょっと喉が渇いてる状態。なるほど、はい、それでこれ切るんですけど、うん、このカーネーションって節があるのでこの節があるとあの刺しづらいんですよ。なるほど。で節の上ぐらいから平らにバツンと切ってください。はいはい、それでこれを、まあ、一番近いこちらからこれで刺していきます。あ、もうその上真ん中からそこに刺していくだけなんだ。はい、ちょっと待って。はい、これでこれで OK。 これで OK です。はい、それで同様にこのガーベラも水からあげといてもらって、うん、これも平らにバツンと、そしてこれも刺していきます。ああ、ほんと入れるだけでこうすんなりこう分かれるんだね、中でね。この中心がものすごくとんがってるので、ああなるほど、サクッと切れる。サクッと切れるんだ。はい、これでまあ平均で2時間ぐらいなら置く感じです。このまま2時間置く。はい、早いと30分とかで染まりますけど。それでお花にはまあ水揚げのいいのとか水揚げの悪いのとかあって、やっぱり同じものでも同じ長さに切ってやっても染まりづらいものもあればすぐ染まっちゃうものもあるので、これはね実験してあの楽しむ一つの手だと思います。ああ、じゃあちょっと A 君とか B 君とか名前つけてやってみますか。はい、そうですね。はい、これで今全部何個だ12個刺しました。じゃあね、これ一つ一つにちょっと名前をつけていきましょう。はい、じゃあこのカーネーションは進化、これをつとむくん、はい、これを入れちゃう、ミキヨ、タスク、まさき、友人にするかしらな。あ、そうですね。じゃあ数とかなんだ。それね、あの、こういう感じからやるとほら。イデちゃんが。イデ組ダメですね。うん。やっぱ気合が入ってないな。うん。行きましょう。行きます。正義だ。ポニーテール。できました。じゃあこれでちょっと放置しますか。放置します。じゃあこのままカメラ回しっぱなしで放置しましょう。はい。ガーベラの方がいいんですね。あ、トシはトシ。トシ。トシ結構来てますよ。トシにして。はい、トシです。どうも。トシこんなに来てます、もう。これトシ早いね。どうしますか。裏から見た方が分かりやすい。本当だ。トシ染まってきたけど結構失敗ですね。誰？ここからここまで青です。とりあえず、トシ。トシ。が染まってきたけど失敗、うん、はい、イデちゃんが全然ダメ、はい、あなたの過去ユージソンミキオはとりあえず成功だけど、とりあえず今時間的に明日までやってで、またこれ濃くなると思う。だからカーネーションはまだ分からないと。はい、まあ、1時間なんでこんなもんでしょう。なるほど。はい、
じゃあちょっとこのまま1日放置してみましょう。はい。じゃあここに寝泊まる寝るか。はい、今ね夜中の1時過ぎました。ちょっとこう眠くなってきたんで、とりあえずガーベラはイデちゃん以外は全部綺麗にできてます、なのでカーネーションはとイデちゃんだけこのまま朝まで置いて朝もう一度見てみます、それで他のこのできたガーベラくんたちは一度こう違う、ね、容器にこのままつけとくとなんかすごい色が濃くなっちゃうみたいなんでつけておきます。それで明日の朝ねまたねリポートしたいと思います。ではおやすみなさい。はい、皆様このね2日間かけたスペクタクルな実験が